自作アバターで遊べる。大手イラスト SNS を運営するピクシブが、同社が運営するアバター作成ツール V o d s t スタジオで作ったキャラクターをゲーム内で遊べるようにすると発表しました。共同開発を進めるパートナーは、スウェーデンのフレームバイトゲームズ、パスパル2-2というアドベンチャーゲームの中で、可愛らしい街並みにあなたの作ったアバターが動き回り。それでは早速学んでいきましょう。 おはようございます。クリエイターのカグラです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。Vloid スタジオとは、作ったアバターがゲーム内で動き回る、メタバース連携を進める p i x i です。いやー、これすごいですよね。日本の一企業がスウェーデンの人気ゲーム会社と連携、共同開発をして、そして日本のシステムをゲームに組み込んでもらえると。 いうことでね、これはすごいですよね。組み込むゲームなんですが、パスパル2-2ーーというアドベンチャーゲームなんですよ。ただアドベンチャーゲームといっても、主人公はですね、アーティスト、絵を描く画家さんなんですね。街の中で様々な絵を描きつつ、いろんな冒険をするというゲームなんですね。2とナンバリングが出ていますように、前作が、まあ、人気で2ということなんですね。前作はもう変えるんですが、はい、見てみましょう。 スチームという PC ゲームの販売プラットフォーム大手がありまして、そこでパスパートアウトという、まあ、前作がですね、購入することができます。これすごいんですよ。2017年の6月に発売で、レビュー件数が 4,994件。で、この Steam というプラットフォームは直近のレビューも実は集計してくれて、要はほら、過去にブワーっと人気だったけど今廃れてるとかいうのもあるじゃないですか。でもこちらの Steam では最近のレビューというものも集計が別にあって、 そこもですね、62件、しかも非常に好評という評価がついているとんでもないゲームなんですよ。2017年、つまり5年前に出したゲームを今でもダウンロード購入されてるというすごいゲームなんですね。そんなゲームを開発しているのがフレームバイトゲームズというスウェーデンの会社です。このゲーム会社もですね、2015年に立ち上がった新進気鋭のクリエイター集団、 なんですね。中にですね、実はなんと日本人の方もいらっしゃいまして、マーケティングを担当されています。ですから公式ツイッターでも実は日本語でもつぶやいていて、フレームバイトパスパルトゥー2ー公式アカウントパスパルトゥー2ーと V ロイドが連携するよ。好きな VR アバターでお絵描きできるように。びっくりマーク。 ということなんですね。いやー、ほんと嬉しいですよね。欧州で、まあ日本のこういうサブカルチャー、ゲームのようなサブカルチャーってものすごくほら受け入れられてるじゃないですか。まあそういう中で日本の一企業をね、パートナー、自分たちのゲームの世界観の広がりをですね、日本のパートナーを選んでくれるという意味ではね、ものすごく胸がワクワクしますね。 そのアバターを作れるツール V-ROID Studio なんですが、これ私も作ってですね、アバターを公開しています。p i x i v というイラスト SNS でアカウントを作り、そして V-ROID Studio というツールをダウンロードします。Windows、Mac ともにツールがあります。そしてですね、もう新規でアバターを作り始めると、もう基本的な男性、女性といったモデルが出て、そしてまあ顔立ちですとか髪の毛ですとか衣服といったものを 簡単操作で調整して、そしてそれをですね、エクスポート、出力することができるんですね。で、もちろんその企画が VRM といって、いわゆる世界的なオープンな企画にのっ,とったツールなので、まあ、こういうことができるんですね。ですから私も自分の作ったアバターを公開してますし、あとアバターに着せる T シャツ、それもですね、ダウンロードできるようにしています。 実際私の作った V-ROID というキャラクターで使える T シャツ、企業のロゴが入った T シャツをですね、ダウンロードできるようにして、そしてその T シャツを着て、あるメタバースのイベントで、スタッフが全員ね、その T シャツを着て、イベントを楽しんでもらったということも、私過去に経験がありますが、まあ、それぐらいですね、オープンな企画で、多くのメタバースファンに使われているアバター作成ツール、それが V-ROID スタジオです。 そんなピクシブなんですが、昨今、この V ロイドという企画を広げるべく、いろんな企業と提携をしているんです。VR チャットとブースが提携しました。2022年11月25日の記事です。はい。ブースというのは、 フィクシブが運営していますネットショッププラットフォームです。私もブースで先ほどのアバターに着せる T シャツの柄をですね、ダウンロード販売しています。そして多くのイラストレーターやクリエイターの方が自分のイラストを販売したり、3D のアバターを販売したりなどなどしています。ですので、もともと v ロ o i d のキャラクターに関するデジタルデータを販売している実績があったんですね。でそこで VR チャットという世界的に今爆発的に広がっています。 メタバースアプリの VR チャットと提携したということなんですね。単なる連携ではなくて提携なんですよ。ですから、見た目上はこのブースのショッピングページに VR チャット対応というアイコンが出るだけなんですけども、これ提携ですから、今後、これ以外にもどんどん機能追加ですとか、さらには V ロイド、 自体の連携もよりりシームレスにになななっていいいくくんんじゃないかなととうことが想像に固くありません実際ですからブースでですね、VR チャットに最適化されたようなこうアバターのテクスチャーやグッズなどもどんどん売られているわけですね。ですので、こういった 3D のですね、アバターを作ったり、あとはまあ、ハンドメイド作家の方がですね、逆にこう 3D の何かファッションをブースで販売するですとか、そういったことでもですね、新たな市場が広がるかもしれません。昨今 注目されているメタバースですけどもこういった日本の企業が世界のメタバースやゲームプラットフォームと連携して市場を広げてくれるこんな胸が踊ることはありませんよねいやーピクシブすごいクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースで心揺さぶられたものをお届けしています毎日の収録配信週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で紹介していますぜひ気に入った方は フォロー登録してくださりますと励みになりますので嬉しく思います。ぜひぜひ登録のほどよろしくお願いします。寒い日が続きますね。皆さんもお気をつけください。それでは、行ってらっしゃい。